皆さん、こんにちは。今日は大谷翔平選手がまたしても歴史を刻んだ驚くべき試合についてお話しします。なんと彼はメジャーリーグ史上初となるシーズン51本塁打、51盗塁と一偉業を達成しました。この大記録が生まれたのは日本時間9月20日のマーリンズ戦。大谷は1番DH として出場し、なんと6打数6安打、そのうち3本がホームランで、2つの盗塁も成功させ、さらには10打点を叩き出しました。チームであるドジャースも20対4という圧倒的な勝利を収めました。しかし、この試合のポイントは単に大谷のパフォーマンスだけではありません。なぜなら、この大記録が達成された背景には、マーリンズ側のある決断が関わっているからです。マーリンズの監督スキップ・シューメーカー氏はこの試合で大谷を避けることなく堂々と勝負に挑みました。皆さんもご存知の通り、大谷翔平は今や MLB の中で最も危険なバッターの一人。普通であればここでの申告敬遠は誰もが想像できた戦略でしょう。では、なぜシューメーカー監督はその選択をしなかったのでしょうか。彼は試合後のインタビューでこう答えています。大谷を敬遠することは、野球的にも、私自身のカルマ的にも、野球の神様に対しても悪い行動だと感じたと、彼ははっきりと述べました。大谷との直接対決が単なるゲームの一部を超えて、若い自分の投手陣にとっても、そして野球そのものにとっても重要な意味を持つと考えたのです。彼は続けて、我々は野球をリスペクトしている、だからこそ大谷に対してアウトを取るかどうかを試すべきだと感じたと語りました。野球を愛し、その精神を尊重する監督の信念がこの結果に大きく関わっていたのです。最も才能のある選手と称した大谷翔平との勝負をシューメーカー監督は貴重な機会と捉え、避けることなく正面から挑んだのです。そして彼はこうも語っています。恐れずに立ち向かったチームを誇りに思うし、野球というものは終わるべきだと思う。今日はマーリンズにとっては良くない日だったかもしれないが、野球にとっては良い日だった。この言葉には深い意味が込められています。野球においてはただの勝敗だけではなく、その瞬間ごとの挑戦が未来のヒーローを生み出し、新たな伝説を刻む力を持っています。シューメーカー監督が大谷翔平と正面から向き合うことを選んだのは、まさにその野球の本質を大切にする姿勢が現れた瞬間だったのです。そして大谷もその挑戦に応えるかのように、自身の最高のプレーで歴史を作りました。彼の成長と挑戦はまさに野球の精神そのもの。最後に、今日の試合を通じて私たちは勝負とは何か、そしてスポーツにおける挑戦の意味を改めて感じることができました。大谷翔平とマーリンズの選手たちが織りなすこの一戦は、ただの記録ではなく、未来の野球ファンにとっても語り継がれるべき物語となるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも興味深かったり参考になったりしたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。